正面外観岡山の自称堂岡山の自称堂所在地近接省の石碑岡山の自称堂は、和歌山県和歌山市にある江戸時代建築の首郎、和歌山県指定文化財史跡。1712年、和歌山城の西側に隣接する小高い球場に、紀州藩五代藩主、徳川義宗の命により設置された首郎である。 主楼は2階建ての銅の形式で建物高さは8メートルを超える。2階の大張に吊り下げられている本昇は、1615年の大阪夏の陣における豊臣方の制度制王筒を、奇襲藩が取得し法術家、勝野護兵が管理していたものを2大藩主、徳川光貞が、小川の芋の職人、八谷安江門に命じて懐中させたとされる。道前にある、 金切章の石碑は、初代藩主、徳川頼信が受学者、李バ慶に命じて書かせたと言われている。藩政時代にわたって時刻及び非常事態を浄化に知らせていた施設で、明治維新後も1921年3月末まで、時報として鳴らされていた。その後は長らく打掌されなかったが、終戦3周年に当たる1948年8月15日に、 和歌山ユネスコ協力会により平和の鐘打揃会が開始された。この会は自称堂から全国に広がり、2000年に始まった日本ユネスコ協会連盟の平和の鐘を鳴らそう。運動へと発展している。ありがとうございます。